令和、5年9月の6日ですが、泊まってる目の前に鹿が草を食べに来ています。この人何してんだろうなって顔二頭いますね、向こうに来てる。どうぞ。道端とかはね、要するに人間がこうで手入れしてるところは大きい木とか草がないんで、小さい草が生えてますね。この空き地も草が生えてますが、まあ車がなければ食べに行くと思います。一応向こうの熊田さんの中の草を食べてますけど、ああ親子かな、こっちが小さいんだな。掘っててだいぶ大きいんです。メジカですな、角がない。あ、ここにも来ました。あ、3頭来ましたよ。ねえ、どんな草食べてるんだろう。ちゃんと食べられるの分かってるんですよな。で、鹿はね、根こそぎ食べないんですよな。植物が、枯れない程度に食べておしまいにするって、そういうところは心得てるんですね。耳を立てて、ね、警戒してる感じです。あ、ごめん、子供口で作ろうってやめてます。ちょっと行くぞって、ね、声を、泣きもしないんだけど、わかるのかな。隣がやっぱり前の子供かな。で、こっちが最近の子供、小さい。かゆいかゆいって自分で書くんだ、ね、結構後ろに首が届く。尻尾まで、手でしてます。お前書いてくれってやらないと。わし背中かゆいのはね、マグの手で書いてますな。手が後ろに回らなくなっちゃった。毛の手入れかな。
かゆいところ書いてるのかな。ああ、耳書いてみた。国道が近いんでね、車の音が聞こえます。まあ、しかもあまりね、車に警戒心を持たないように、行っちゃいました。ただいま5時半です。熊の子供だな。ちっちゃいね。熊が変わりです。クボが、クボが出てきましたよ。これ、中列側の橋の上から撮ってます。馬です。小熊ですが、何しろ水飲んでる。でも随分スマートな熊だな。何してる？あ、150、本当だ。あ、サケ描いてるね。あ、サケ描いた。あ、いや、船入っていった。だいぶ入っていった。なんであんなとこに、あ、登ってるとこで待ってたのかな。魚くわえて。うん。上がっていった。上がっていったね。あれ、サケですね。大きさ、大きさからするとね。